どうも、熊本さんです。本日はこちら、じゃん。箱から新発売のハンダゴテ FX600D ということでね、デジタルって書いてありますよ。数字がデジタルになってる、まあ、新製品ということでね、買ってみました。この新しいハンダゴテがどんなハンダゴテなのかね、いろいろテストしてみようと思います。テストのお相手もいますからね。お兄さん FX600 2本持っております。まあ実際使ってみてどんな感じかっていうのと、まあせっかくなんで分解してね、中身どんな風になってるのかも見てみようと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はじめ、まずパッケージでわかるのは540度までいけるみたいですね。下肢999度までいけると。こっちは確か500度だったと思うよ。ちょっとパワーアップしてるかもしれないですね。あら、キャップがついてる。うん、古いやつにもつけられますね、キャップ。そうね、やる前はちゃんとキャップつけましょうね。はい、ということで見ていきましょう。こっちがデジタルの方なんだけど、出力が弱くなってるね。 47W だって。今までのやつは 50W。 筐体の大きさとかはもうほぼほぼ一緒ですね。なんかシールが浮いてるシールはちゃんと貼られてね。形はほぼほぼ一緒。スリーブとかも一緒じゃないかな。外見はほぼ一緒で、この固定ネジが逆になってるかな。ここに調整の部分があるかないか。ケーブルの触った感じも一緒ですね。パワーが少し下がって温度が上がったんだね。なんだろう、ヒーターが変わったのかね。かてえ。めっちゃ強く閉まってた。まあ一緒ですよね、うん、サイズも一緒。はい、そしたら一回電源入れてみますね。いきます。スイッチオン。350度。あ、リアルタイムで温度上がってきますね。温度上昇はかなりゆっくりですね。うん、でここが点滅し始めて、もう使えますよってことですね。温度は1度単位で調整できるみたいですね。ちょっとマックスにしてみようか。540度。時間かかるね上がっていかないよ。うん、行きました。540度、ちゃんとなってるみたいですね。スポンジに当ててみるよ。濡れスポンジ、濡れスポンジにジュージューやってる時点でもう200度ぐらいになってると思うけどね、うん、もうジュージュー言わないもん。ジュージュー言わないのにまだ370度だよみたいな感じになってるよね。この温度絶対嘘だから、ほらジューって言わないもん。まあこういうとこだよね、熱回復してません。あ、やっとジュージュー言うようになった。ヒーターと小手先が別部品なんで、ここの温度が小手先温度とは限らないんだよね実際。まあ今のやり方はちょっと意地悪だけどね。だ、小手先の温度を奪われるようなシーンとかだと熱の回復が時間かかるって感じですよね。どうしてもセンサーがね鈍感なんで、まあまあまあその辺はしょうがない。なので広いグランドのところをハンダ付けしたいとか、熱が必要な場合はもうバリバリに温度を上げて一瞬で溶かす勢いでやるしかないってことですよね。デジタルにして一度単位で設定ができたとしても小手先温度がねうまく測定できてないんだよね。8500円のハンダごとでこれですからね、ちょっと技術的な限界があるのかなっていう感じはしますね。はい、そしたらヒーターが温まるまで何秒ぐらいかかるのか、ちょっとテストしてみましょう。全然冷めてます。多分40度ぐらいですね。で、いきます。ほい。ほい、だいたい33秒とか34秒とかそれぐらいですかね。あと多分ね、スリープがあるんで、ちょっと見てみようか、スリープかかるかどうか。あれ、スリープかかんないね。一応スリープとは書いてあるけど、時間は書いてない。設定しなきゃいけないのかな。パラメータ設定により、下記の機能が行えます。スリープ機能。自分で設定しなきゃダメなのかもしんないね。で、詳細はウェブページを見てくれと。説明書に書いてよ。めんどくさ。こんな感じで。ただ、スリープ時間とかも、設定できるみたいだね。1分から29分スリープオンオフで、スリープの時の温度、この辺はできるみたいですね。
電源挿してこの状態で長押しだね。それで02、これがスリープ時間。これ3分。で07がスリープするかどうか。これでオンにしておけばスリープオンになると。で13がスリープ中の温度。200度なんだね。これで設定完了。3分経つと200度まで下がりますよってことですね。まあスリープあるのはいいよね。ちょっと設定面倒だけど、まあ1回やっちゃえばいいからね、こんなのはね。よし、どんな感じか使ってみようということでね、中華の電子工作キットですね。なんかね、ハンドスピナーみたいなやつですね。200円ぐらいで売ってます。多分この基板が中に入ってこれがついてくるくるって回すと光がくるくるってなって綺麗だよみたいな、そんなやつだと思います。この発光 FX600D でね、実際やってみようと思います。元々の A タイプの小手先でもいいんだけど、小手先変えるか。いつもの J 型右曲がりくんだね。右利きってバレちゃうんですね。抵抗とかコンデンサ、トランジスタ、LED、あとベアリングが入ってる。回路図はね、この QR コードで読み取れました。こんな感じね。なんか説明が書いてあります。あ、結構なんか細かいやり方書いてあるよ。ほら。こんな感じにしてねって書いてある。この順番に沿ってやっていきましょう。ここのスイッチ。温度どうしよっか。320にしよっか。あ、そうだ。これをね、買ってみたの。発光のフラックスペン、筆タイプ。なんか兼用の容器みたいだね。よし、だいぶ強く押す。出てこねえ。あ、この黄色いリング取らなきゃいけないんだって。説明書読まなきゃダメだね。あ、プツって音がした。これでプッシュ。あ、垂れてきてる。すごい泡が上ってくるよ。今エア抜き中です。あ、来たかも。先っちょが垂れてる。あ、来た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 、垂れてきた。先走ってる。でまず一箇所にハンダを乗せろと。あ、濡れる。うわ難しいぞそんなに使いやすいやつじゃないのかもしれないな。ほら、びっちょびちょだし。お兄さん出しすぎ。ちょっと拭いといた。一箇所にハンダを持ってあげて、こっちにもハンダ乗っちゃったけど、まあいいや。スイッチつけました。ここだね。 1,2,3,4 5箇所抵抗の向きは揃えようか。はい、この4つの抵抗は多分ここの4つの LED の抵抗だね。なんかこれちゃんと濡れてる気がしないんだけど、そういうもの。結局ビチョーって出るね。あ、スリープしてた。ハンダが上がってってない。いつもと違う。上がってこない。こっちはうまくいったけどね。この何？ハンダ下側の反対側までこうハンダがブニョーって上がってきてるけど、こっちがね、上がってこないですね。フラックスがうまく馴染んでない。このフラックスペンね、
んかダメな気がするんだけど、使いづらい。もう出てこないもん。でほら押したらもうびちょびちょ垂れちゃった。思ってたのと違う。ほら出てこないもんね。でプッシュしたらもうブチャーって出ちゃうね。ほらびちょびちょになっちゃう。なんだろうね、ハンダパターンのせいなのかね。こっちはほらハンダ上までブニョーって上がってくるけど、こっちは来ない。ちゃんとついてはいる。なんだろうね。あとこれもダメ、ストレスを感じます。べちゃべちゃだし、もったいないから移そうかな中身。はい、回収しました。全部なくなった。これはダメ、使いづらい。はい、フラックスは回収しました。はい、次は10キロオーム。あと小手先温度上げます。やっぱり熱容量が少ないんで、あの J 型ってね、先ちょっととんがってるやつなんで380にします。温度上がったら使いやすい。ただ温度に関してはね、何度がいいっていう答えがないので、別に380度を推奨するわけではありません。抵抗全部つきました。温度上げたら早いよ。次コンデンサ。トランジスタ。基板が不安定でちょっとやりづらいです。次電池だ。電池ケース、この辺ちょっとパワー必要ですよね。できるかな。普通にできるね。普通、あ、バッチリだね。ちゃんとハンダも登ってきてるし。で、LED。そうね、色が分かんないんで、色チェックしよっか。君は何色だい？オレンジ？緑？赤？青？ LED に関してはね、これ熱でちゃんと壊れますんでね、あんま加熱しすぎないようにしましょう。
ハンダ OK ですね。これでハンダは全部できたんじゃないかな。こんな感じですね。部品もこんな感じです。で、電池がついてないって書いてあったね。CR927。お兄さんね、電池マニアなんでね、多分持ってるんじゃないかな。CR927。ない。ないんか。え？マジで？これのちっちゃいやつだね。もしかしてこの12が直径12ミリ？あ、そうなんだね。だ9ってことはもうちょっと小さいんだ。すごいね。みんな CR927 代替品とか CR927 売ってないとか検索してるみたいですね。まあ要はダイソーに売ってないってことですよね。お兄さん全種類買ったはずなんで。すげえ本題とずれるんだけど、やっぱ動かしたいんで電池買ってくるわ。ハンダゴテのレビューなんだけどね。はい、電池は Amazon で注文してきました。かなりマニアックなサイズみたいで、なんか近くの店で在庫あれば買ってこようかなと思ったんだけど、ヨドバシとビッグカメラ調べたんだけど、ビッグカメラ有楽町店に在庫があるだけで、あと東京に在庫なかった。なのでこれが動くかどうかは後で。で、肝心のハンダゴテなんですけど、普通に使える。で、その温度設定の感じとかも前の機種の FX600 と同じ感じ。普段のハンダ付け多分350から380度ぐらいに設定しておくのがいいんじゃないかな。まあ、こういう細かいハンダ付けはね、熱が必要な時とかは420とかそんな設定がいいのかな。まあ、あと小手先にもよるけど、この J 型の小手先、あの先端すごい細いんで、なかなか熱が伝わらないんですよ。だからこういうのでやるんだったら380ぐらいでやるのがまたがちょうどよかったね。その熱の感じも FX600 と一緒。まあ使ってみた感じはそんな感じね。普通に使いやすい。で、次はね、C 型に交換して、パワーチェックやっていこう。で、今回はパワーチェック用にこれを使います。ニッケルストリップ 0.1 ミリかな。これのハンダ付けをするとどんな感じか、ちょっと見てみましょう。リチウムイオンバッテリーとかをつないでるやつですね。設定温度380度。使ってるハンダは鉛入りです。で、ここにちょっとつけてみますね。もう流れてますね。素晴らしい。すぐつく。380度はもうね、余裕だね。まあ、小手先がね、あのさっき言った C 型になってるんで、こういうねハス切りのやつね、熱の伝わりがいいっていうのはあります。まあ、結構みんなが使うのは320とか350とかだと思うんで、ちょっと320でやってみましょうね。いきます。あ、馴染んだね。ここから流れるかどうか。普通に使えるね。さっきのところは？あ、すぐ溶けるわ。ハンダ付けは全然すぐパッとこういう感じで溶けるんでいいけど、ダーッと流れていかないね。やっぱり触れてるところじゃないと熱が弱いみたい。まあ、熱が必要な時に設定する温度420でやってみましょうか。お兄さん結構420で使ってたりします。パワー必要な時は500度とかするけどね。あ、じゃあマックス温度にしようか。パワーチェックなんで540。どうかな？ビチャーっと流れる状態を見てみたい。いきます。おお、すごい。圧倒的なパワー。あ、すげえわ。一応表示温度は全然下がんないですね。さすがにフルパワーはすごい。普通の電子工作にこのパワーはまあ使わないですけど、まあ、やっちゃいけないんだけどね、パソコンの電源のハンダ付けとかプレステとか、ああいうでかい基板とかね、 HDMI 端子の固定部分溶かしたりとか、多分540度の設定できると余裕で溶かせますね。 FX600 の500度設定だとね、
もうちょいパワー欲しいってなるんですけど、多分これだったらいける。まあ、やること なかなかないと思うけどね。ワット数は少し下がってるけど、パワーは上がってるっていう感じかな。どうやったんだろうね。380度、320度、540度。まあ、余裕のパワーでしたね。せっかくなんで中身、どんな感じか見てみましょうか。これ剥がさなきゃダメだ。メーカーにバレないようにそーっと剥がそう。うん、いいね。これならバレない。すんげえコンデンサーついてる。基板は引っかかってるだけだね。多分これが制御してる IC かな。ちょうど液晶の裏にありますね。字が小さくて読めないけど、 RSF107CA。 配線パターン見ると液晶の制御か。これがヒーターの制御かな。なんかそんな感じだよね。ここヒーターなんだけど、ちょっとこれのデータシート見てみようか。この IC の情報なかったですね。 RSF107CA っていうやつみたいですね。まあ多分ここのねパターンがほとんど液晶に行ってるんで、まあ、液晶のコントロールとこの温度設定の制御をやってると思うんですけどね。なんとなくだけどヒーター電源がこれで、これでオンオフみたいな、なんかそんな制御な気もするけどね。青だと50オーム、赤は59オーム。どっちかがヒーターでどっちかが温度センサーだと思うんだけど、使ってる IC をねちょっと調べてきました。ここのでっかい IC はオンセミのトライアックって書いてありましたね。多分ヒーター動かしてるんだと思うけど、でこの 265J っていうのがフォトカプラで、このトライアックを動かす IC みたいですね。これは東芝みたい。ってことはヒーターは AC でやってんのかね。ちょっとわかんないけど、ここに来てるこの線がさ、もろ電源なんすよね。ここね、ここ AC100V 入力なんで。ってことはこの赤線がヒーターなのかね。 100V 入れてるってことは、で青線が温度センサー、常温で50オームだっけ、なんかそんな感じっぽいですね。でこのセラミックヒーターの中に温度センサーが入ってるっぽいですね。まあ、どこに入ってるかは分かんないけど、そうだね、トランスがないもんね。100ボルトヒーターなのかね。でヒーター加熱して規定の温度になったらオフにしてみたいな。お兄さんのレベルで読み取れるのはここまでですね。はい。ちなみにこっちの古いやつはどうなんだろう。古いっていうか旧モデル。取れました。なんか一緒っぽいね。ヒーターは見た目一緒です。この黒い線がさ、この AC100 からドーンとこっち行ってるけど、こっちは表面通して2回に分けて橋渡しにしてここに入れてますね。基板もそんなに変わってないんじゃないかな。ほとんど一緒に見えます。使ってる IC も一緒ですね。 4DHMG 一緒だね。基本設計みたいなの変わってないような感じはしますね。この辺のねコントロールのところが変わってると思うけど、まあ、結局アナログでやろうがデジタルでやろうがそんなに変わんない気がするけどね。はい、そしたら元に戻しましょう。うわ、どっか行っちゃったよ。ダイヤル落としちゃった。なんてこった。見っけた。いやー、マジお片付けしないとまずいね。結構配線の仕込みがギリギリ。配線の
しまいが難しいね。これをねガンガンやってるおばちゃんたちはすごいよね。こんな感じだと思います。うん、はまった。はい、一応ちゃんと戻りました。あ、そうだ、はい、これで元通り。これでバレないよ。はい、ハンダゴテがねどんな感じか分かったんで、本日のコーヒーはこちら、じゃん、スターバックスカフェベロナということで、コロンビア、ブラジル、ダークローストです。ちなみにこのハンダゴテ FX600D お値段8500円するんで高いっす。まだ発売したてなんで高いっていうのもあると思うんですけど、 FX600 の普通の方、これがね今4000円なんですよ。なので、まあ、今こっちのデジタルの方を選ぶメリットっていうのはあんまりないかなっていう感じはしますね。 FX600、まあ、間違いなくいいハンダゴテだと思います。まあ、特にこっちの FX600 のアナログの方は4000円で買えるんだったら多分いいものだと思います。まあ、間違いなくとは言えないか。グッドのハンダゴテ使ったことないんでね、あっちの方が出力は大きいんですよね。まあ、出力が大きければいいかってそういう話ではないんですけど、結局は設計ですよね。まあ、分解したんで分かると思うんですけど、白いヒーターあれ全部温めなきゃいけないんですよね、あのサイズ。プラス小手先も温めなきゃいけないんで、加熱しなきゃいけない範囲がでかいんですよね。まあ、なぜかここに JBC の小手先があるんですけど、あのあとジャパンユニックスさんの本社行って、ジャパンユニックスさんの方と JBC の方ね、多分スペインの方だと思うんだけど、3人いらっしゃって、で情報交換したんですけど、センサーが重要でワット数っていうのはそんなに強い必要はないみたいなことは言ってましたね。これホットスワップでこう引っ掛けてガシャッガシャッって差し替えできるんですけど、例えばこの小手先を350度に加熱するじゃないですか、小手先からガシャッて抜いた瞬間にここ持てるんですよ。これここは350度になってるけど、ここは熱くなってないんですよね。これすごくない？ハンダ付けしてその後ガシャッて引っこ抜いて手で持ってました。ここは熱くないんですよって。ここしか温めないらしいです。だから 20W とかそういうちっちゃい出力でも結局ここしか温めないんで、ほんと 4、5 秒で温められるんですよね。で温度センサーもここに入ってるんで、ハンダ付けでジュッてやった瞬間に温度が低下してすぐに加熱が始まるんで、小手先の温度が変わらないっていう。なのでまあ JBC に限らず、ステーション型のハンダゴテとこういうハンダゴテっていうのはもう設計が違うんで、そういうのと比較っていうのはちょっと辛いですけど、まあ4000円で買えるハンダゴテだとベストなんじゃないですかね、やっぱりね。デジタルの方は8000円しますけど、まあ、FX600 はいいんじゃないかなと思います。じゃカフェベロナいただきます。だいぶダークローストですね。コーヒーの苦みがしっかりきますね。味はとても美味しい。でも香りがちょっとあまりしない感じですね。お兄さんは好きです。 FX600D このデジタルの方を選ぶメリットは、従来モデルよりちょっと強いぐらいかな。厳密な温度設定が必要な場面だと多分こういうタイプのハンダゴテ使わないと思うんですよね。あ、スリープができるのはいいかもしれない。あとキャップついてくるからね、それはいいかもしれない。そんぐらいだと思う。はい、ということで熊五郎さん DIY では普段ジャンク品の仕入れやってます。こんな動画ですが、また見たいなって方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎さんでした。バイバイ。届きました。なんかもう光ってるね。なんか普通にオンオフになるだけ？ちょっとわかんない。ベアリング。まあ一応はまった。完成した。これがなんか光んの？スイッチ入れました。わあ、綺麗。